ラブカズ TV、川口学です。皆さん、先日はトヨタ新型クラウン発表となって、かなりの反響があったなというところですね。ラブカズ TV もライブで日本語とお届けさせていただいて、そしてクロスオーバーの動画、内外装チェックも届けさせていただきましたけれども、かなりの反響を呼んでいます。どうもありがとうございます。で、今回はですね、発表会場のステージの上にあった 4台の車まあそのうちの1台がクロスオーバーということですけれどもそれ以外のセダンスポーツそしてエステートこの3台がありましたけれどもこのうちのセダンがやはり気になるところかなという部分で皆さんもですね相当に気になっていると思いますので今一度映像などを交えながらですねクラウンセダン改めて深掘りそして私川口学による独断と偏見の予想をですね していいいきたいと思います、まあ、まずご覧になっていただいて分かりますように顔つきこれは他のクラウンシリーズと寄せてきてるなというところですよね LED の一文字のランプがスッと入っていてその下に4眼のヘッドランプを置いていますけれどもこの辺りの構成自体は今回発表されたクロスオーバーと同じかと思われますただし違うのはその下にですねシルバーのラインが入っていることと、まあ、バンパーの開口が違うと。 いうようなところですけれどもこのバンパーの開口を見ていると他のトヨタ車でも採用されているようなまあエレメントがちょっと感じられるのかなというところでしょうねそれとグリルですけれども、まあ、こうやって写真で見るといまいちですねこう分からないですけれどもエアのインテークがないと思われます。 これはあくまでもグリルの形状してるだけであって、ここからのインテークがそれほど大きくないということが分かりますので、これは内燃機関の車ではないぞというところが、もう顔つきからしてですね、なんとなく雰囲気が漂っているということなんですね。そしてライブの時にもお話ししましたけれども、やはりサイドから見た時のフォルム、これが未来に酷使しているという、ここがポイントになると思います。しかも、このフロントタイヤの後端からドアのパーティングまでの距離ですね、 これを見比べてみると他のクロスオーバースポーツそしてエステートこの3台はですねタイヤののの後端からドアのパーティングまでの距離が非常に短いわけですね。それに対してこのセダンだけがプレミアムレングスがあるということでまあプレミアムレングスがあるということはですね縦置き系の、 プラットフォームを使っているといいう証なんですね。いわゆるエンジンルームの中に何が乗ってるかというところはこの時点ではわからないですけれども、まあ、未来がそうであったように未来は GAL プラットフォームを使っていますからいわゆる縦置きの内燃機関を搭載するエンジンコンパートメントを持つ GAL プラットフォームを流用したからこの長さがあるということでそこに未来の場合はいろいろなユニットをですね収めてるわけですけれどもクラウンセダンもおそらく同じ構成ではないのかなと。 いう,ふうに見るることがでできるわけですねそれとロングノーズでなおかつややキャビンが後ろにあるような形のクーペ的なフォルムを持ったスタイリングこれも未来にかなり似ているフォルムということで実際に未来の映像を出してみるとこのような感じに なってるわけですねサイドから見るとまさに未来と売り2つそんなフォルムを持っていることが分かりますちなみにこの車21インチサイズのタイアンドホイールを履いてましたので未来は20インチ、C、サイズのですねタイアンドホイールは履いていましたけれどもホイールの位置を合わせてみて2枚の映像を透かしてみるとこのような関係になってます なので、本当にこの縮小が正しいかどうかは別として、こうして比べてみると、このクラウンセダンの方がロングホイールベースになっているということは明らかなんですね。ここでまあピンとくるわけですけれども、今発売されている未来、これは非常に走りが優れた車だわけですね。GL プラットフォームを使っていて、そこに燃料電池のですね、ユニットを搭載して後輪を駆動するというレイアウトを作ったわけですけれども、GL プラットフォームを本当に活かした、ある意味 LS よりもいいんじゃないかと思えるような。 走りが実現されれてるわけけですけれどもまあそれをしてですね僕は未来の市場の時にこれはクラウンと呼んだ方がいいんじゃないかという話をさせていただいたことがありますけれどもただ唯一の欠点として未来は功績が狭いといととうネガな部分としてあったわけでしょうねそれを解消すべくこのクラウンセダンではロングホイールベースになっているのではないかというふうに見ることができます。 そしてもう一つのポイントなのはセダンそしてエステートさらにスポーツ3台のモデルというのはこれから1年半をかけて登場するというふうに言いましたけれども今2022年の7月ですからここから1年半という時間を考えると2024年ぐらいまでにかけて登場するということですのでデザイン的にももうほぼほぼフィックスしている状態なんだろうなという予測がつくわけですよね。そそううう考えるるるととと中身も当然固まっているという予測がつくわけでそうなると クラウンンのののセダンの中身ととといいううは未来ということで、つまりは未来のストレッチバージョンとして送り出されるのではないかというふうに考えますなぜならば未来はですねすでに後期ですね公共の器後期として高級車でありながら例えば災害が起きた時にはそこから電気を取り出して使うことができるようなそういった 側面も持ってるわけですよねなおかつ高揚者としてのニーズもあるわけでここがクラウンのセダンにおけるニーズと合致すると考えることもできるわけですねそうなってくるとますますこのクラウンセダンというのは未来の派生モデルというそんな線が出てくるのではないかなと思いますしさらに言えば未来のメカニズムを用いてより洗練させて 例えばリアモーターも強化してみたいなことを考えるとですねパフォーマンスも高くなって名実ともにトヨタのフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルになるのではないかというのが僕の見立てですそして今回は実際に会場でも見ましたけれどもその映像をちょっと見ながらですねチェックしていきたいと思いますけれどもやっぱりこうして見るとフロントグリルは開口してないわけですね下の部分が少し開口してるなっていう感じではありましたけれども 大きく開ししていいるわけではないという確証が取れますしホイールベースが長いですこれは隣にあるスポーツとかですねその辺りと比べてもホイールベース長かったのでここがですね未来のストレッチバージョンだろうという僕のまあ確証にもつながってくるということなんですよねまた今回の新型クラウンドのラインナップを考えるともうすでにクロスオーバーがいわゆる GAK プラットフォームで登場する。 そして赤いスポーツというモデルがありますけれどもこれはトヨタのベ e の発表会の時にですね十数台を見せたわけですけれどもその時にあった車そのものですからこれはもうベ e だろうということですねバッテリー EV だということになるわけですそしてこれに加えてエステートがあるわけですけれどもまあこれはですねクロスオーバーと同じ GAK プラットフォームの派生なのか、まあ、EV なのかちょっと分かりませんがそのあたりのものだろうと いう,ふうに考えるることがでできるわけですねそうなるとますますセダンというのは位置づけ的に違ったプラットフォームを用いて作っているそんなモデルだと考えることができるわけですね。なのでこれは私川口学部の本当に独断と偏見ですけれどもこのクラウンセダンは未来のストレッチバージョンでありさらに未来をブラッシュアップしたそんなですね1台になるのではないかというふうに予測できます。 はい。というわけで今回はトヨタの新型クラウン。そのうちのステージにあったセダンモデル。これをですね、独断と偏見で勝手に予想してきました。果たしてどのくらい合ってるのか答え合わせをする時が来るのを楽しみに待ちたいと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画がございましたらコメント欄にいいエスいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も回してよろしくお願いいたします。 それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV、川口真奈でした。